オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。全力エンターテインメントガールズバンド、ガールリングスピーでーす。そうですね、本当に去年はそのサマソニー、イナズマロック、カウントダウンジャパンっていう本当にフェスに出演する機会が多くなったんで、それはやっぱすごい嬉しいですね。海外にたくさん行かせてもらって、うん、アメリカ、韓国、中国、フランス、ルクセンブルク、香港、香港、ちょっとうちらすごいバンドみたい。パンツを1枚でアメリカの全部行けたんですよ。自分への挑戦だもん。そう、自分をなんか惹かれてますよ。え、でも言う違い、洗ってますよ、もちろん手洗いしてますよ。自分はもともと入った時にもうすごい荷物を多いって言われてて、確かに他のメンバーにもこれもいらない、あれもいらないよ、これでいけるよみたいに言われてて、それにやっともう慣れたのかな自分みたいな感じで挑戦したいなと思ってパンティ1枚で、そこまで自分を追い込んだ。ライブ終わってすぐに洗って干して、で次の日にまた。その間どうしてる？その間ノンパン。これいいの。基本的に車です。キッズ愛車ボロボロです。もうやばい、愛車クワンクワンね、ガムテープで止めてるもんね。ソファーの、綿が出た席、座席のあのファスナーが閉まんないかも、綿丸見えみたいな。ひどいね。で、そこにあのタイツとか履いて乗ると引っかかって寝てるんですよ。で、綿も全部ついちゃう。で、よっかかるとこのここのあれも取れちゃうから綿全部出ちゃうみたいな。ダメですよ、これ言ったら映ってから。まあ、自己紹介ができるような、うん、まあ、それぞれ、まあ、楽器人はまあ教則とか出してるので、まあすごいテクニカルな部分とかも出していきたかったですし、まあでもやっぱりキャッチーなものにはしたかったんで、まあ歌メロとかはみんなで歌いやすいようなものにして、なおかつまあパフォーマーがいるバンドなんで、パフォーマーの見せ所だったりそれぞれのソロだったりとかをもうかなり詰め込んだ攻撃的なものにできたらいいかなと思っていたので、ライブ自体が結構おバカな部分もすごいあるので、その分やっぱり楽曲だったりそれぞれの何ですかね、プレイヤーとして の, そのちゃんとした演奏っていうのは見せとかないと、単なるバンドなのか何なのか分からなくならないように、その基盤になるものはしっかりっていうのがあるので、おバカな曲の中の演奏も結構テクニカルなことをやってたりとか、そのギャップだったりとかそういうのは大事にしてて、まあ、そういう意味で、あのスキラライヤーでガチャリックスピンを知ってくれた人がライブに来てくれた時に、あのこういうおバカな部分もあるんだよって見てもらえる、そのギャップの曲にもなるのかなっていうか、あんまりあの普段こうライブだと弾いてないんじゃないかっていう、あの遊んじゃって。まあ実際遊んでることもあるんですけどね。イエーイって言ってちょっと8割ぐらい鍵盤弾くの忘れちゃうなみたいな時もあるけど、でも忘れちゃうんだ。担当何を。でも実際やればできんだよみたいなのをこれにポンと、カツラをこの曲でも使っていて、歌舞伎のししげってあるじゃないですか。、はい、あれを振り回すんですよ。こうぐるんぐる回してるみたいな、それをやったりしてます。パフォーマーは楽しいです。パフォーマーは楽しいです。パフォーマーは楽しいです。そうね、立ち位置ちょっと自分が苦手なんです。まあちょっとずつ大きいステージで、まあそういうワンマンをやれるようになってきてるわけなので、まあ、確実に大きくなった姿を見せたいし、前よりも絶対に素敵なライブをできるようにっていうのはもうかなりイメトレというか、自分のイメージの中にはもう成功しか見えてないんですけど、私は今年宇宙人っていうのを隠してたんですけど、発表しまして、まっすぐ、はい、はい、普通に対応されると結構辛いですね。ありがとうございます。なので、あの世界征服目指して、うん、その一歩だと思って頑張りたいと思います。溶けないキャンディーもやらせていただくので、はい、その広いステージで2人だけで出させてもらうかもしれない。え、ちょっと待って、そうじゃないの。2人で成長して、うん、このワンマンで自分たちの成長をみんなに見てもらいたいですし、自分たちもここまでできたんだっていう達成感を感じたいんです。あ、やっぱでもこの規模だとちょっと私まだ痩せすぎかなみたいな、もうちょっとやっぱ2階の一番上の人にもちゃんと自分の存在感を分かってもらえるためには、もうちょっとこう幅をトレーニングを
トレーニング食べるというトレーニングを大きくならないと一回りも二回りも。じゃあ次の方の小道具を大きく使って小道具を大道具大道具大道具に小道具大道具に見出しみたいのはいいね小道具を大道具に以上